てめえらみたいな大人がね。待て、待ってくれ。一番ムカつくんだ。夢じゃねえ。ここが俺の現実だ。さあ、いよいよ今夜のメインイベントだ。みんな思いっきり楽しんでくれ。おっと、ベットするのも忘れるなよ。オンザヘッド、ブラジリアン柔術の天才かつてバーリクードを制した変幻自在の締め技に真っ向勝負を挑むのはこの男だ。オンザテイン、我がドラゴンヒートの至宝、ヒューガーショット前座は前座らしくしてな。教えてやる、強いってことが何なのかをな。来いよ。お前死ぬよ。地球の裏側にすぐ返してやるよ。リカルド、流れるような立ち技から得意のグラウンドに持ち込んだ。同時スリーパーだ。さすがは締め技の王者リカルド。ヒューガの決意が悲鳴を上げる。これは早くも勝負ありか。ただのビッグマウスか。これがいつものヒューガの手口よ。これでマックスか。何、そんな。ヒューガがリカルドの同時目スリーパーを外し、膝十字固めに入った。決まったか。いや、ヒューガは関節や寝技なんかで決めない。自分がピンチに陥ったとしても最後は必ず大技で勝負する。必ず？なんでわざわざそんなやり方すんだよ。それがヒューガの哲学よ。関節技の名手でも難しいと言われる膝十字がもろに決まってしまった。リカルドどうする？おっと、さすがリカルド、外した。簡単に外れたな。聞いてねえぞ。どこ見てるの？膝の靭帯完全に切れてるわ。そうだ、それでいい。あのままリカルドの膝を決めて、そのまま折ることだってできたはずなのに、あえてヒューガをやらなかった。なんで？ああやってもう一度立ち上がらせるためよ。私負けない。弟たちブラジルで待ってる。僕がお金持って帰る。そうか、かわいそうにな。すぐ飛行機に乗せてやる。だがな、あんた飛行機には座って乗れないぜ。担架で帰りな。くっ、あいにくそんな貧乏くさい話は大嫌いなんだよ。派手に行こうぜ。客のアドレナリンをザバッと放出させてやろうぜ。よく頑張った。ご褒美だ。楽にしてやるぜ。決まった。ヒューガのスタイニークラッシャー、完璧だ。まさに完璧な勝利。やはり最強の称号はやはりヒューガの頭上に輝いた。パワーも技術も差は歴然でしょ。
ボスの言う通り、今のあなたにはヒューガは倒せない。絶対にね。なめんな。俺だってずっとこの町で戦ってきたんだよ。俺は誰にも負けねえ。絶対にだ。分かってないのね、自分に足りないものが。佐藤先生が格闘技がお好きだったとは知りませんでしたよ。いや、昔ヒューガ君が総合格闘技にデビューした頃大ファンでね、ドラゴンヒートに出てるとは知らなかったよ。恐縮です。ご苦労さん。これ取っときなさい。ありがとうございます。君好みの女を揃えた。今日はゆっくり遊んでいきなさい。そういえばあの達也とかいう子どう思う？なかなか異性良かったが。あいつはただの喧嘩好きなガキですよ。俺だったら30秒、いや10秒で倒してみせます。頼もしいな。今度ラスベガスでヒューガ君のために試合を組むという話も出てる。君だったらあっちの女にも人気出るだろうしな。これも桁違いだ。頼むよ。任せてください。俺は誰にもドラゴンヒートの人気ナンバーワンは渡しません。絶対に。よう、達也ちゃん。難しい顔しちゃって、せっかくのイケメンが台無しだよ。あんた、リングアナウンスの。ヒューガのことが気になんのか？大丈夫だよ。ヒューガと当たる日が来るのはもっと先。そんなビビらなくても OK。ノープロブレム。誰がビビってるって？あ？ジョークだって。そんなに怒んないでよ、達也ちゃん。てめえ。ねえ、ちょっと遊びに行かない？ファイトマネーで懐あったかいんでしょ？怒ってよ。は？なんであんたに怒んなきゃなんねんだよ。いいからじゃあジュエルってキャバで待ってるからね。勝手な野郎だ。外にあんまり出歩きたくねえのに。ん？でもあの DJ なら何かここの情報握ってるかもしんねえな。見たと思ったら右京達也じゃねえか。誰だてめえ。忘れたとは言わせねえぜ。てめえが俺のこの右膝ぐちゃぐちゃにしてくれたんだろうが。遊んでる暇はねえんだ、どけ。そりゃ無理だな。膝が悪いもんでな、簡単には動けねえんだ。行きたきゃ無理やり通るんだな。ちんちゃー。でもいい気になるな。てめえもそろそろ終わりだ。あ？どういう意味だ。少年課の竹中ってデカがお前を探してるぜ。竹中が。達也、今度は見逃せねえぞ。1年前俺を少年院にぶち込んだ竹中が、まさか何をやらかしたか知んねえがな。おめえみてえな最低の化け物は一生檻に入れとくべきだよな。まさか俺が戸田を殺したことが漏れたのか。
いや、俺は今保護観察中だから。連絡が取れなくなったことで探しているだけなのか。入れちゃってピザにフルーツ盛り合わせ and you too なんちゃってやだへえ格闘技やってるんですね。超かっこいい。私惚れちゃったかも。あれ、いつもの勢いはどうしたの。ああ、この店ケツ持ちは登場会、つまり組の息がかかってる店だからベリーセーフティー、ぼったくりとか心配ないよ心配なんてしてねえよ達也ちゃん。茎に何か弱み握られてんでしょう。あそこにいるのは金欲しさに命を懸けるやつか、何かの事情でどうしても戦うしかないやつ、達也ちゃんのようにね。あそこで負けた連中ってのはどうなるんだよ。まあ見どころがあればリベンジマッチもあるけど、茎も客も気が短いからね。用なしと思われたらバイバイ。その行方はノーバディノー。真面目に答えろ。そんなの知らない方がいいぜ。てか今から負けること心配してるの。上等だよ。勝ってやる。勝ち続けてやるよ。俺は負けねえ、誰にもだ。今の俺の居場所はあのリングの上しかねえ。ヒューガ。おいおい、なんでガキがここにいるんだ。関係ねえだろ。一丁前に遊びに来てんじゃねえよ。たかが喧嘩でてっぺん取ったくらいでいい気になるなよ。てめえ、やめとけって達也ちゃん。まったく、こんなところで喧嘩しようってか。本当にどこまでもガキだな。最低だ。ぶっ殺してやる。顎がガラ空きなんだよ。おいおい、それで本気か。おら、話せこれ。命拾いしたな。なんだと。逃げんのかこの野郎。逃げねえよ。いつかリングでしっかり戦ってやる。どこだって戦えるだろうが。お前にとってはそうだろうが、俺は違う。俺はここでは納得のいく戦いができない。だと納得だ。理屈こえて結局逃げんじゃねえか。意気がってるだけの坊やは早く帰りなさい。何？どこでも戦えるなんて言ってることがその証拠。だってそうだろうが。自信がありゃどこだって。はいはい、すごいすごい。どこでも戦えるんだよね。てめえバカにしてんのか。女だと思って。いい加減にして。自分が納得できる基準がある人間とない人間、その違いもわからない。だから生きがってるって言ってんのよ。もしもし。君の立場で喧嘩はまずいでしょう、達也君。それに喧嘩は金にならないよ。しかも手も足も出ず軽くひねられたって。明日の試合、君の相手はヒューガだ。予定とはちょっと違うが、勝手な真似をされた以上落とし前をつけてもらう。まあ俺の見込み違いだったのかもしれん。でもそうだとしたら、間違いは早めに正しておきたい性格でね。それから
念のために言っとくが、逃げても無駄だよ。もし逃げたりしたら。うっせえ、分かってるよ。くそ、登場界の力を甘く見るなよ。勝てるのか、あのヒューガに。怖いのね。なんだと。体は嘘をつかないから。なんだこれは。どけ。受け入れるしかないの、全てを。受け入れる、何を。今感じてる恐怖を。あ、あなたはヒューガに恐怖を感じてる。どうしてそんなことが言えんだよ。多分体は気づいたんじゃない。ヒューガは持っていて、自分は持っていないものがあることに。でもそれでいいんじゃない。学べるよきっと。いいんですか、達也、負けますよ。せっかくの弾ですから、もうちょっと様子見てからでも。これ以上のマッチメイクがあるか。しかし実力差が。ヒューゴは全力で達也を叩きのめしにかかる。普通に考えれば今の達也に勝機は 1% あるかないか。ですから、いきなりヒューガにぶつけるよりも。しかし見ろこのベッド数を。すごい。でもあまりにベッドが偏りすぎると賭けとして成立しないのでは。違う、この圧倒的なベッドの差こそこの一戦には必要なものなんだ。必要なもの。本能が目覚め、賭けが成立するための条件として必要なんだ。どういうことでしょうか。これでいい。奴は怯えることになるだろう。達也がですか。ヒューガだ。え、ヒューガが。今ヒューガは何も気づいていない。しかし達也に眠る本能が目覚めた時、奴は今まで感じたことのない苛立ちとプレッシャーに怯えるのさ。だがヒューガもそういう奴と戦うことを望む男だ。圧倒的不利な状況によって本能が目覚めた男と、スターの座を守り続ける男との一戦。素晴らしいマッチメイクだろう。そして賭けは成立する。また一つ俺たちを熱狂させてくれるマッチメイクが実現するぜ。オンザテイカブロの巨竜ウキョウカズミ。さあ、この最強ストリートファイターに襲いかかるのはこの男だ。オンザテイ、我がドラゴンヒートの至宝、ヒューガショー。しかもこの二人、昨夜キャバクラであわや喧嘩寸前だったらしいぜ。今夜のバトルのヒートアップすること間違いなしだ。今夜俺たちは格闘技の新たな歴史を目撃する。さあ、オッズは圧倒的にヒューガ有利。さあ、試合が終わった後泣くか笑うか、それはオンリーゴッドノーズ。引っ込め、達也、お前には10万年早いぞ。ヒューガ、そんなガキ秒殺だ秒殺。うっせえ。30秒だ。30秒で沈めてやる。てめえみたいに何も背負っていないガキに負けてたまるか。どうしてそ
こまで最強に勝ち方にこだわる。ほらやっと手に入れたんだ。地上では永遠に失った。光を、金も名誉も女も、俺はやっとここで取り戻したんだ。どういう意味だ。お前に関係ねえ。とにかく俺は俺のやり方で勝つ。それ以外俺は認めねえ。普通に勝てばいいじゃねえかよ。うるさい。俺のことを気にしている場合か。お前は何も考えないでガンガン来い。ルなんてしやがったら承知ねえぞ。その言葉後悔させてやる。やってやるぜ。そうだ、いいぞ、それでいい。なんだこいつ、笑ってやがる。気味悪いやつだな。素晴らしい右京達也、君は私の想像をはるかに超えている。これでよく立っていられたわね。ああ、カッコつけ野郎の割に強かったな。カッコつけ野郎、あんな大味なファイトじゃ街じゃ秒殺だ。はあ、まったく学習能力ゼロ。なんだと。だからあんた、自分に足りないものがこの戦いで少しは。確かにヒューガは大味なファイターだ。だろ、ほらおっさんの方がよく分かってんじゃんか。でも次にまた戦ったらオッズはどうなるかな。そりゃみんな勝った俺にかけるに決まってる。きっと賭けになんねえぜ。お前に圧倒的有利なオツか。それは絶対にないな。は？勝ったのはこの俺だぜ。確かに勝ったのはお前だ。だがお前に強さを感じた客は多くはないからな。どういう意味だ。ヒューガが最も大事にしていること、それは己が納得のいく最強を目指すこと。己が納得のいく最強、なんだよそれ。言い換えればヒューガは納得のいかない負け方をすることが何より苦痛なんだ。それが奴の哲学。哲学。真に強い者は単に勝ちを目指すのではなく、どんな時も己の哲学を貫くことを目指す。そしてその姿に人は強さを感じ、人の心をも動かす。今のお前に哲学と言えるものはあるのか。俺の哲学は勝つことだ。どんな人間にも必ずいつか負ける日が来る。お前だって同じだ。その日が来た時お前さんはどんな顔してるのかな。そんなの負けりゃ誰だって悔しい顔に決ま…でも負けたら意味なんて。この前も言ったけど、旗から見ればヒューガは爪の甘い大味で勝率もいまいちのファイター。でも現実、彼はここの看板スターでいられる。その理由が少しは分かった。納得いく戦いを貫く。負けてもその姿に人が感動する。それがまた次の自分の戦いのエネルギーになる。そういう強さ、そういう哲学もあるの。だから学びなさい。今からでも遅くないかもよ。うっせえ。なあおっさん。なんだ。哲学ってどうすればモテんだ。さあな、人はそれぞれに違うもんだ。強さは他人と比べるものじゃない。自分の中にしか本当の強さは生まれない。それと同じく、お前の哲学はお前の経験こそが作っていくものなんだ。
ヒューガだっていろんな過去の経験があって奴の哲学を身につけたんだ。まあそれを考えるようになっただけでもこの怪我の値打ちはある。あれ、試合終わったんだ。悪いな、あんたの彼氏ボロボロにしちまったぜ。彼氏？彼氏じゃないわよ、友達。そっか、ヒューが負けたのか。え、うん。で、笑ってた？え、なんでそれを。へえ、認めたのか。なかなかやるじゃない。単なる生きがってる坊やだと思ってたけど。その坊やってのやめろ。でも勝った人間の顔には見えないな。負けたヒューガは笑ってるのにね。ね、どうしてかな坊や。